んにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、ボディビル212 96キロ以下階級のですね、トップ選手デレク・ランスフォードが最近 NPC の大会でゲストポーズをしておりまして、デレク・ランスフォードといえば今年からハニーランボとエボジェン・ニュートリションのプロクリエイターハニーの下で、優勝を狙いに来るということで、非常に注目されているわけですが、デレク・ランスフォードって今28歳なんですよ。28に先月なったばかりなんですけれども、彼はですね、ちょっと幼少期の話をしようと思うんですが、ちっちゃい頃からスポーツが大好きでございまして、基本的にボディービルダーってみんなスポーツ大好きなんですが、サッカーから始まって、その後レスリング、高校から始めたのかな、高校生からレスリングを始めまして、で大学に進んで、高校でレスリング結構結果を残していたから、大学でもレスリングしようと思ったら、ここでね、ウエイトトレーニング始めるきっかけが起こるんだけど、大学でレスリングがなかったのかな、レスリングができないということで、ただ彼は運動したいから、別のものを探そうということで、ウエイトトレーニングに入っていったみたいです。でそこからトレーニングをしていって、フィル・ヒースとかジェイ・カトラをね見て、彼は、ボディービルの道に触発されていったんだけど、22歳の時にボディービルダーデビューをします。2015年かな、ボディービルデビューをします。でそこで早速優勝でございますよ。ヘビー級かなで優勝するんだけど、その後2016年なんかも大会に出るんだけど、2016年では初めて負けます。準優勝だけどね、負けても。でその後ちょっと年月明けて、2017年にまたアマチュアの大会に出て、ここでプロになりました。でデレク・ランスフォードは2017年にプロになって、だから4年前、24歳とか25歳ぐらいでプロになってですね、その年にタンパプロに出ます。でそこのボディビル212カテゴリーで優勝、プロデビューで優勝をして、オリンピアデビューをいたします。タンパプロでプロデビューっていうと、昨年のハンター・ラブラダ思い出しますが、プロデビューしたデレクは早速トップ5に入るということで、24、5歳でプロになって、そのままプロデビューして優勝して、オリンピア出て、オリンピアで5位を取るというね、わけわかんない戦績を残したデレク・ランスフォード、2018年は2位、2019年も2位ということで、2年連続2位も取るしね、めちゃくちゃ凄まじいですよ。でいつオリンピア、ボディビル212のチャンピオンになってもおかしくないとずっと言われ続けているデレク・ランスフォード、特に2018年をもってフレックス・ルイスがボディビルからオープンに、移行するために212のカテゴリーから引退したので、余計にこのデレク・ランスフォードが次のオリンピアチャンピオンだなんて言われてましたが、2019年はカマル・エルガルニが取って、2020年はショーン・クラレダが優勝して、デレク・ランスフォードは212デビューしたジョージ・ピーターソンにも負けて、昨年は4位でした。でそこで一番言われているのは、ステージに立った時にこうコンディションが若干甘く見えてしまう、水っぽく見えてしまうってところだったりとか、上半身がめちゃくちゃでかい選手なんですけれども、それと比べて下半身がちょっと弱く見えちゃうとか、後ろから見た時のハムが弱く見えちゃうとか、カーフが弱く見えちゃうとか、いろんなこと言われている、チャンピオン候補の一人ですね。でそんなデレク・ランスフォードは、冒頭説明した通り、今年からハニー・ランボット、ジェレミーとかフィル・ヒースとか、ジェイ・カトラもそうかな、で今で言えばハディ・チョーパン教えている、アンドレ・デイユも教えてますが、とにかくオリンピアを何人も育ててきている人に、ついてですねトレーニングをしております。で今現在の体重が約250ポンドぐらい、113キロぐらいということで、17キロぐらいリミットより重い状態ですね。でオフシーズン、ゲストポーズをしていたということなんですよ。でこの、体を見る限りめちゃくちゃでかくなってるなって、特に下半身なんかも上半身に負けないぐらいでかくなってんじゃないかなって思うんですが、本当にハニーラボットの元についてね、かなり体改善させてくるんじゃないかなと。体はしっかりね脂肪も乗ってるとは思いますが、腹筋も見えているし、ウエストは細く保たれているし、サイズはつけて、かなりつけてきているけれども、コンディションもよく保たれているから、かなりいいオフを過ごしているんじゃないかなと予想されております。今年はもちろんショーン・クラレダがさらに進化してね、オリンピア連覇を狙ってくるだろうし、カマル・エルガルにもおそらくまた出てくるんじゃないでしょうか。でアフマダ・アシカナにもいるし、昨年トップ3に入ったジョージ・ピーターソンもかなりね今年も期待されているし、なんといってもキーヨン・ピアソン、昨年はオリンピア決めるも出れなかったキーヨンですが、彼も間違いなくオリンピアトップ5全然食い込んでくるような選手になる。オリンピア出てないという意味では今年キーヨン・ピアソンがダークホースかもしれないけどっていうところで、激戦は激戦なんですけれども、今年こそこのデレク・ランスフォード、進化した体を見せてね、ミスターオリンピアをついに取るか。デレクはいずれねオープンデビューするともう公言しています。まずはボディビル212で優勝してからという話なので、ただ年取ってからね、要は
引退間近の体でオープンデビューはしたくないと言っている、早い段階でデビューしたいと言っているので、もし今年オリンピア21に優勝するようであればオープン移行するんじゃないかな来年からと思っているので、その辺もね踏まえて注目して見ていきたいなと思います。そしてそんなハニーランボットつながりでいうと、すでにハニーランボットの元は離れていますが、ジェレミー・ブエンディア、メンズフィジークの4連覇チャンピオンですね、現在はアブドゥラの元でやってるのかな、ブランドン・カリーのコーチですね、アブドゥラの元で、やっていると思うんですが、ここ最近お互いの投稿でお互いの名前が出てない気がするので、今はどうなっているか分かりませんが、アパレルだったりサプリだったりいろんなところのねスポンサーがおそらくまたつき始めたジェレミー、子供も生まれて幸せ真っ只中なんですが、筋肉の話をしていけば、ジェレミーは首をかなりひどく怪我してしまって、一時期は引退するかどうかレベルにまで追い込まれていました。そんなこともあってトレーニングすることもできないから体がかなりしぼんでしまったジェレミーですね、ここ最近またトレーニング戻ってメキメキと体を戻してきております。この体を見ると、もともと腕は見た通り強かったから、まあ腕もちろん太くはなっているけど、そこまで、ね、ものすごい変化っていうのはないんですけど、胸だったり体の厚み、全体の筋肉量っていうのはかなり順調に戻ってきてるんじゃないかなと思います。すごいね、まあさすがはオリンピアチャンピオンのだけありますね。ただ今年のミスターオリンピアまでは5ヶ月ちょっと、半年ありませんって考えると、ここからオリンピアクラスまでサイズを戻して減量するっていうのは厳しいのかな。今年はまだ子供が生まれたばっかで、まだ1歳も迎えてませんから、おそらく発表してたらね、もうごめんなさい、ちょっとそれは調べてなかったっていうので申し訳ないんですけれども、おそらくは2022年の復帰に早くてもなるのかなと思います。まあ、オリンピアに直接出るとは思うんだけどね、ジェレミー・ブエンディア、ここからどこまで体を戻して、また2017年とか18年の時のようなね、もうパッツパツの筋肉見せてくれるのが、もう楽しみで仕方ありませんが、ジェレミー・ブエンディアはですね、トレーニングに復帰してここまででかくなりました。皆さんは、ジェレミーがね、これ何回も聞いてますが、今のメンズフィジークの世界に戻ってきて、また再びチャンピオン、5回目の王座を獲得することができると思いますか？ここもぜひコメント欄に書いてください。ということで本日最後は、カイ・グリーンでございます。何回もこれも話してる話ですが、カイ・グリーンがミスターオリンピアに今年復帰するのかどうか、これについてですね、オリンピアのトップたちがですね、また質問に答えておりました。まあ、カイ・グリーンが今年出るためにはオリンピア特別招待を申請するか、どっか大会に出て権利を獲得するか、この2つでございます。でカイ・グリーンは一部の話によると、レッドコーンはサプリメントとの契約でですね、ボディービルの大会に出ることっていうのが明記されているらしいので、まあ、何かしら大会に復帰するっていうのは決まってるのかなっていうふうには思ってるんですが、じゃあ、 まあ今年のオリンピアにそれが入っているのかどうかって話ですね。で、まあ、カイ・グリーン、オリンピアの申請を、もしね、特別招待の申請をした場合は、オリンピアのトップたち、IFBB のトップたちが、なんか、審査して決めるらしいんですけれども、まあ、一番は、どっかの大会に出て優勝してしっかりオリンピアを決める、これなのかなって思います。まあ大会からねもう5年ぐらい離れてますから、昔はすごかったかもしれないけど、今の若いボディービルダーたちからすれば、昔すごかっただけでなんでそんな出れちゃうのみたいなね。特別招待って結構今いろんな議論を呼んでるんですよね。ビッグラビーが特別招待で出ました、で優勝しましたけれども、これもちょっとね一部議論があったみたいで、特別招待自体がねあんま良くないんじゃないかと、オープンボディービル今年の直近のシーズンで結果残してなくて出れるっていうのはどうなのっていうところで、まあ、議論を呼んでいる、まあ、特別招待なので、カイグリーおそらく申請すればファンの量からしても、もし出た時の盛り上がりからしても多分招待されるんですよ。ただ、まあ、オリンピアのトップとかはできれば大会に出て優勝して決めてほしいなみたいなことは言っているみたいですね。ということで本日はねこの辺で終わりたいというふうに思います。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。